はい、皆さんこんにちは、のぺんです。マイコンビニやっていきますよ。よいしょ。さ、前回からまたもうちょっと進めました。で、その結果このポテトチップスがレベル3になりました。この、見てください、これ。あ、なかなか美味しそう。あー、パグが。はい。そして、K が揃いました。じゃあ、今日も、K 頑張っていきましょうね。じゃあ、まずは、発注した商品を受け取りましょう。で、あと、1% で私、レベルが17になりますね。いやー、ここまで来るのもね、相当時間いるね。で、かかりきりで、K やってないといけない。なかなか厳しい戦いになってきたな、マイコンビニ。さあ、じゃあ、お願いしますね、皆さん。じゃあ、私は、ありがとうございました。ひらめき石ドロップする、りょうくんをお呼びしましょう。いらっしゃいませ。なかなかね、ひらめき石もたまらないな。もっとね、いろんな商品をレベルアップしたいんだけど。はい、りょうくん。ありがとうございました。いらっしゃいませ。はい。はいよ。ありがとうございました。はい、ひらめき石ゲッツ。これで1個目か。ありがとうございました。で、ルビーもコツコツ、このおじさんの CM 見て貯めてるんだけど、まだ53個だ。で、デイリーのイベントで、ルビー20個。そしてひらめき石15個。これでコツコツ、ルビーを貯めてるんだけど、まだまだだな。じゃあ、そうだな、お金が今ね、26万あるから、ちょっといろいろ改造しましょうか。とりあえず今ね、人気を貯めよう。で、人気を貯めて、もっとお客さんにお金を出してもらいましょう。じゃあ、インテリア。あのね、インテリアね、この、この、なんていう、なんて読むのかな、これ。線型をね、設置しなかったから、もうちょ、これちょっともったいなかったかなって。で、次は、そうだな。とりあえず今私は、モダンな、コンビニ作りを目指してるから、だからこれか。カフェモダン、線型。そうだな。どっちがいいかな、まっすぐなやつか、傾いてるやつか。まあ、傾いてるやつにしようか。で、向きはこっちか。向きはこっちか。まあいいだろう。よし。じゃあ、どんどん立てていきましょう。金はある。これで、はい。このモダンブラックのテーマはどのぐらい進んだかな？いらっしゃいませ。デコ。どうもね、このテーマを揃えて、この看板を立てると、パークの時間が少し伸びるらしいんですね。なので、この、とりあえず、モダンブラックのテーマをどんどん進めていきましょう。で、今、私のテーマじゃなくて人気が722か。あ、でも結構上がったな。あ、ここが1個。つけてない。で、今、私の所持金が13万か。で、これで12万になった。おすすめはサンドイッチ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。もっともっとインテリア作りたいんだけどな。で、まだ 18% しか、テーマが進んでないことにショック。はい、パーク。じゃあ、パークが揃ったら、大会、参加しましょうか。で、ありがとうございました。編集デコで、で、機械で、こうやってね、こっちの方を進めていくと、これ見てください。温水器があるんですよね。なので、これを置きましょう。で、温水器はどこに置くかな？温水器。じゃあ、ここにしようか。はい、じゃあ、ルビー20個使用します。はい。じゃあ、まず、ワンちゃんはもうしまおう。いらっしゃいませー。いらっしゃいませー。いやー、でも、しまうのもったいないな。じゃあ、とりあえず、ここで、みんなを見守ってなさい。あ、でもなんか、離れるのちょっと寂しいな。じゃあ、ここに置いとこうか。よし。で、あと、もう一個あるんだよな。で、こっちの方を進むと、次はね、電子レンジがあるんだよね。電子レンジは欲しいな。じゃあ、電子レンジは、電子レンジってどの辺に置くべきなんだ？
この辺かな。わかんないな。こういう風にしようか。でも机がいるよね、多分次は。で、これでモダンブラックはどんぐらい進んだかな。 18%。 マジか。これ置いてもテーマ 18% しか進まないのか。じゃあモダンテーブルブラック、どれがいいかな。これにしようか。じゃあこれを置きましょう。はい。でこれでモダンテーマの進行率が 27% になった。だいぶ進んだね。この電子レンジお客さん使うのかな。ちょっとよくわかんないな、そこ。はい、どうぞ。そうね。ああ、今誰か触ったよね、電子レンジ。またお越しくださいませ。誰か触ってたよね。あ、気のせいじゃない。ああ、多すぎ。やっぱり使ってくれた。ありがとう、嬉しい。逆にありがとう。いらっしゃいませ。あ、なんか多すぎ、めっちゃ利用してくれる。でもなんかレジの方入ってくるのはちょっと気持ち悪いな。ありがとうございました。ちょっとここ変えよう。こうして、こうしようか。でもこれだとな、僕とズズちゃんが出れないもんな。まあいいや、あの、この隙間から出る、その設定でいこう。さあ、まだお金もちょっと残ってるから、じゃあ棚をなんとかしよう。陳列台の、ラーメン。ラーメンのモダンブラック、A、B あるな。どっちがいいかな。あ、でも、あ、コインが全然足りねえや。どっちがいいかなとかじゃないわ。さあ、今回はだいぶ人気度も上げておいたから、大会楽しみだね。よし。じゃあ、パーク揃った。じゃあ、はい、大会臨みましょう。はい、大会スタート。ありがとうございました。はい、で、ちょうどスーパーバイザーが来てた。はい。はい、じゃあスタート。はい、おすすめはポテチ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。さあ、警戒警戒。メロナ。いらっしゃいませ。はい、スーパーバイザー来るよ。てか、エネルギー満帆なんだ、珍しい。いらっしゃいませ。私にしよう。ありがとうございます。いつもバテバテの状態なのに助かる。さあ、皆さん買ってってくださいね。お越しくださいませ。いらっしゃいませ。さあ、温水器と電子レンジも使ってください。あ、使ってくれてる。よしよしよし、オッケー。はい、ラーメン。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。さあ、ゴミとかないかな。大丈夫。いらっしゃいませ。大丈夫だね。オッケー。ありがとう。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。あ、ゴミ。誰だ。はい、サンドイッチ。こうやって見ると、温水器と電子レンジすごいな。いらっしゃいませ。みんな使ってくれる。いらっしゃいませ。でも、使ってくれると、なんか、何が起こるかわからん。ありがとうございました。いらっしゃいませ。お、はい、エネルギーがチャージされるのか。なるほどね。これは気づかなんだ。ありがとうございます。電子レンジとかはどうなんだろう。もう一緒なのかな。違った、概要欄全然見てなかった。はい、みんないらっしゃい。はい、マネージャー来た。ポテチおすすめします。はい、当社が販売しているポテチが新しくなりました。めちゃめちゃ美味しくなったよ。はい、はい、ゴー。ありがとうございます。やばい、レベルが意外とある。あ、お金。なるほどね。電子レンジが、コインが余分にもらえるのと、温水器はエネルギーがチャージされるんだね。なるほど、素晴らしい。はい、ゴミ。庭さん。いらっしゃいませ。はい、いらっしゃいませ。さあ、じゃあ、常連。はい、もう一人呼ぶ。みのちゃんとみずき。いらっしゃいませ。一人じゃなかった。またお越しくださいませ。はい、はい、サチラーメンどうぞ。おーっと、なんかレベル17やった。おめでとう、私。はい、はい、お願いします。で、レトルトご飯。はい、ありがとうございました。ポテチポテチ、ちょっと吹き出しが邪魔だよ。燃えろな。はい、で、こっちはおにぎりを置いとこう。はい、パークで、サイダーも置いときます。はい、いらっしゃい。ありがとうございました。はい、どうぞ。すごいな、前回な。7000もどうやって取ったんだろうか。はい、エネルギーチャージの人来た。はい、ポイントカードはお持ちでしょうか。スコアが5512ドルか。いら
っしゃいませ。で最近ね、あのいろんなフレンドの人をね、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、あのこさえたというか、あのいらっしゃいませ、こさえた、その最低な言い方だな、あのね、フレンド増えましたんで、だいぶこういう引き出しとかも増えたね。はいはい、オッケー。いらっしゃ。でランキングはフレンドの中では6位か。一応ね、私のフレンドなんかめちゃめちゃいるんだよね。で、地方順位、名古屋では私165位か。で全体では3842。うん。メリークリスマス。あーと、めちゃ赤い字が、はい。あーとーやー、マネージャーが間に合わなかった。モダン額縁セット。置いとこうか。はい。いらっしゃいませ。あ、でもテーマは進んでない。くそー。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。はーい、で、はい。クエストは何個かクリアした。で、報酬、はい。で、1万コイン以上を消費して、装飾を設置する。装飾か。はい。これだね。装飾装飾。で、モダンなやつ。こうやって見ると、モダンは結構高いからね。まあ、この携帯電話が普及してるご時世に、この電話機というのも、あれだと思うけど。そうだな。じゃあ、この辺とか。ね。そうだな。で、いらっしゃいませ。これをこうして、で、これをこうしよう。え？これをこうしよう。わかんなくなってきた。ぐっちゃぐちゃになってきた。こうしよう、こうしよう。で、これを、こっちに置いとけばいいんだ。はい。そう、この電話を我々が使うための。そう。OK。ここ置けないのか？あ、ここは置ける。なぜだ？ああ、そうか。犬がいるんだ。犬見えねえ。だから、テーマを進めるには、こういう陳列台とかを変えた方がいいのかもしれないな。そうだな。じゃあ、30コイン。じゃあ、30ルビーを消費して12万。そして、次は、編集でデコ。で、陳列台。で、ラーメンを変えよう。今度こそラーメンを変える。じゃあ、これにしようか。ほい。よし、これでテーマが進んだ。やばいな、これでまだ 36% だもんな。てか、余計なものに使いすぎてるんだよな、テーマ。ちなみに、床を変えると、テーマは進むのかな？床。で、モダンなやつはね、どれがいいかな。よし、これにしよう。じゃあこれを1個、はい、やるとテーマは進まないな。変え、あ、もう1個追加できるお菓子。なるほど。で、これでモダンブラックのテーマの進行率が上昇。 OK。 いらっしゃいませ。てっきり僕 1種類のものにつき2つまでしか陳列台置けないのかなと思ったら、そんなことなかった。よかったー。で、多分次は、このドリンクと、この新鮮もののやつを、モダンブラックにすれば、テーマが進行するに決まっている。そうだな。このクマちゃんかわいいな。これ欲しいな。でもルビーがいるからな。で、これももう、置けるか。これはちょっとインテリアを変更する必要があるかもしれない。またインテリア変更すんの？ちなみに、店舗を拡張するには、12万7500円か。わかった、広げましょう。お金はある。こいつをこうして、で、ここに、陳列台、そうだな。
これとかどうよ。あ、なかなかおしゃれだね。じゃあ置きましょう。はい、これでモダンブラックのテーマ進行率が、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、進まない。うそ、進まないのかい。まあ今日のところはこれで開発完了だな。いらっしゃいませ。まあでもだいぶコンビニも大きくできたし、インテリアも受けて人気度も上がったから、いいかいいか。やばい、だんだん面白くなってきたな、マイコンビニ。はい、それでは今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。次回をお楽しみに。よしなチャンネル登録、高評価お願いします。のべんでした。さよなら。いらっしゃいませ。